ボルゾワー上一族のかつての居城であり、爵位の領地指定部分にも含まれている。第一級国定建造物、二代男爵ウィリアム。水密古門館や締め頭を歴任した。ボルゾワー男爵はかつて存在したイギリスの男爵位。ポートランド公爵家の分家筋として創設されたが、公爵位に先んじて1977年に廃絶した。チャールズ・ベンティンは 王室水道長官を務めた政治家でエリザベス二世の高祖父にあたる人物である。彼はポートランド公爵家出身で第三代ポートランド公爵ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクの三男にあたる。その次男アーサーは生涯で二度結婚をしており、彼の五歳オーガスタに対して授けられた爵位が本爵位である。すなわち、オーガスタ・ブラウンは1880年4月23日に 連合王国貴族として、ダービー州、ボルゾーバー城のボルゾーバー女男爵に除されている。除爵時にはすでに夫、アーサー・ベンティンク教は亡くなっていたが、この爵位には特殊な特別継承権が付されており、オーガスタ・ナキアとの相続権者は、暴富の男子とすると規定されていた。そのため1893年に、彼女が没すると、特別継承権に基づいて、 オーガスタのママ子にあたるウィリアムが爵位を相続している。二代男爵ウィリアムは、就職前に、第五代ポートランド公爵ジョンベンティンクの死去に、伴って、ポートランド公爵位を相続していたため、ボルゾーバー男爵位はこれ以降、公爵くらいの従属爵位となった。しかしながら、彼の後を継いだ三代男爵ウィリアムには、男子がなかったため、同人の死を持ってボル。 ゾーバー団尺位は廃絶した。他方、ポートランド公尺位と伯尺位は親族に継承されて存続したものの、公尺位は1990人に廃絶している。残る一族最古のポートランド伯尺位のみは、現在もベンピンク家によって脈々と受け継がれており、その名跡を保っている。かつての一族の邸宅は、ダービー州、ボルゾーバー近郊に位置する、ボルゾーバー城。 彼女は、キルメイン男爵家の出身で、第二代キルメイン男爵、ジェームズ・ブラウンの娘にあたる。同男爵家は、スライゴ公爵家を親族とするブラウン家の一族である。特別継承規定によれば、暴風の繊細エリザベス・ホーキン・スウィスト・シェットの子に、対して、優先的に継承が認められている、極めて特殊な爵位継承方法を取るものである。ありがとうございます。